あ、ヘズマさんの前にかけての自殺した人を叩いた方がいいって、そうそうそう、そうなんですよね。その、だから、キリスト教が自殺するの、良くないって言ってるみたいに、その、要は、自殺をすると褒められるっていう社会的環境が日本はあるんですよ。要は、その、死んだ人を悪く言うのは良くないよね、みたいな。例えば、その、今、パブリックエネミーになっているヘズマさんみたいな人が、じゃあ、死んでしまったとしたら、あの人は優しいところあったよね、とか、あの人はいいところあったよね、とか、この動画面白いよねとか、ヘズマさんを褒める流れになっちゃうんですよ。で、そうするとバッシングされてる人が、あれ俺死んだら褒められんじゃねっていう風になっちゃうんですよ。で、それを見て、あ、じゃあ俺も死んだ方が褒められるじゃんみたいな、なんか社会にこんなに言われるのが嫌だと思ってたけど、あ、死ぬと許されるんだっていうので死んじゃうっていうのがあるので、なので、そのヘズマさんは死んでも叩くぞっていう勢いでみんな叩いてください。冗談ですよ。要はなんか死んだら許されるみたいな価値観があると、その死ねばゴールみたいになるんで、死んでも許さねえっていうので叩くんだったら僕はありだと思うんですよ。はい。